はい、おはようございます。今日は2月18日ですね。時間は5時22分です。ちょっと早起きなんですけども、メールをねいただきまして、何件か以前からいただいていたんですけども、なんでそんなにピタリと当たるんですかってことなんですよね。いや、これはねこのぐらい当たらないと勝ち越せないんですよ。4対6で勝つと言ってますけども、実際はね7対3とか8対2ぐらいで私の場合は勝率を出してますね。ただやっぱりその時その時で勝率、いわゆる結果的に勝っていてもいまいち勇気がなくてロットを詰めなかったりする時があるんで、まあ月の利益で20万から30万にとどまってるってことですよね。私は月間での資金放出量は100万円です。で、100万円で月利 20% とかね 30% いくことはあんまりないんですけども、そんな感じの成績なんですよ。まあ、ですんで仮に20万勝ったとしてね、年間で240万、30万買っても360万なんで、本当にね底辺 FX ユーチューバーなんですよ、この実績では。ただやっぱりやるたんびに負けるってことじゃなくて、勝つんだけどいつくどのぐらい勝つかなっていう感じですね。今感覚的には勝つことは勝つんだけども、まあでも今日は少なかったな3000円か、今日は多かったな15万かみたいな感じなんですよ。で、たまにテクニカルをやってると思いもよらぬブレイクってのがあって儲かっちゃったりするんですよ。で、逆目にブレイク来る場合は損切りがあるんで、そんなにダメージは食らわないんですけどね。だから損は一定額、勝ちは天井知らずみたいな感じなんで、たまにあるね爆発で大きく年間利益っていうのを伸ばすことができているかなっていうところですね。これはまあ偶然の産物なんで、安定して月間収益を測るとすれば20数万ってところだと思いますね。まあでも生活費にはなるでしょう。というところでテクニカルをこれからもしっかりとね皆さんにお伝えしていきたいと思います。特に中級編では時間をかけてねじっくりといく部分がありますので、できればね中級編で理解を深めてほしいなと思います。エリオット波動とフォーメーション分析、そして今日も画面を切り替えてフォーメーション分析をねちょっとやっていきますね。まず切り替えてデイリーからですけども、いかがですか。ゾーンを引いた後ね、きっちりと下がったでしょ。私がお話したのはこうなってで、こうなってこうなって、ここ N 字を書いてゾーンに当たって上の方に行くよってことだったと思います。これ変わってませんよね。で、今106円をタッチした価格がですね、また105円の881まで戻ってきましたね。次のローソク足が出るまで何とも言えませんけども、もしかしたらこの黄色いゾーンで跳ね返って今下髭を出してるのかもしれないですね。そうなると次に向かうはいよいよ上昇波動、 N 字を書いてのね上昇波動が実現するってことだと思います。そうなると以前からお話してきたようにデイリーがですね、こういう風なチャンネルラインからブレイクアウトしてダウ転換をね起こして右肩上がりに向かうっていうのが全部実現するわけです。もう一歩ですね。だからね、はい、次4時間見ていきましょう。4時間はどういう風になるかな。あ、もう左の方見えないですね。こういう風に来たわけなんですけども、それが上抜けて L 字を書いていくところと、フラッグを書いてですね、フラッグも抜けて来た方向に戻る。そしてヘッド&ショルダーはもうすでにね高値圏ではなくなりましたね。ヘッド&ショルダーから押し目を作った状態で大きくズバーンと上がってきてゾーンを突き破って、ここから私の想像ですけども上の方に向かうんではないかなという時に、4時間だとすでに陰線の後陽線が出始めているところが見て取れますよね。移動平均線もそれを裏付けてます。ここまではだからお話した通りです。こっからなんですよね。最後の人たちが決まるかどうかで、私の相場のこのね読む力が 100% だったのか 90% ぐらいで終わってしまうのかってことが決まると思います。右肩上がりのこのチャンネルラインを作りながら移動平均線はどん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 開いていくところでございます。今一瞬横ばいみたいに向かってますけども、この横ばいっていうのは当然ですけども上に向かうための横ばい、収束した後にはブレイクアウトがありますからね。はい、というところでね今日もバイで取っていく形になりますけども、特にですね今日は1時間足です。低い数字に戻りましたんで今すぐバイに入ってもいいくらいです。で、このバイが完成して再び106円台に入り、107円の方向を目指すために106円のね30とか40とかに伸びていくってことを考えると、まあ
仮説もかなり正確になってきたなってことですよね。はい、で本日は皆さんいかがだったでしょうか。とりあえずね、倍で突き抜けるところ、106円に行くところ、106円の20とか30に行くまで見守っていきたいと思いますけども、ただそうならない場合もね、やっぱこう考えていかなくてはなりません。リスクリワードを忘れずに、ロスカットラインは必ずエントリーと同時に入れてください。今日申し上げることはそれだけですね。倍でいけばもうあとは OK ですよ。はい、それでは失礼します。